お客様。気にせずに、やはり今の空振り見ましたらね、外は落ち着けてきますよ、広沢は。だから、おまけとかインサイドをね、使わないと危ないですよね。メガホンを手にしています、野村監督。シリーズ得点圏では6割6分7厘3打数2安打という勝負強いところを見せています。守備に入っているジョーがバッターボックスです。神宮の内野はすでに影に覆われています。ランナーがスタートして藤が取ります。一塁へ、試合終了。崖っぷちに立たされた西武ライオンズですが、この第5戦最後は終わってみれば7対2。これで今年の日本シリーズ対戦成績はヤクルトスワローズの3勝2敗となりまして、決着は西武ライオンズ球場に持ち越されます。